山梨県甲州市ではバラが満開の見ごろを迎えています。このローズガーデンでは春と秋の2回花を咲かせる二度咲きの品種が多く、皇室ゆかりのプリンセス美智子やプリンセス愛子、また咲いている間に3回色が変わるチャールストンなどを楽しむことができます。今月に入って暖かい日が多く、開花は例年より10日ほど早いということです。こちらは入場無料で、来月中旬までバラの花が楽しめる見込みとなっています。